皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もエンドオブゾイ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、沼おじさんとの決闘を制したと思ったら今度はゾイが拉致られてしまいました。でそっちに向かっていった。なんで今日は自分も追っていきましょう。行くぞい。さあどこに、ゾイどこに行ったんだ。どこ行きやがった。そっちか。あそこにいるわ。おいゾイを返せこのクソ野郎。どうする。さあここで消えていく。出してやる。この辺りはどうなっちまったんだ。なんだこれ、なんか新たな生命が誕生している。何これ、非常にキモいわ。しかも結構あるよ。やつはこの先にいるのか。行ってみようか。いるんでしょうね多分、ジョーがそう言うんなら。さあ上陸して、でマップこういうとこ、隔離区域クアランティンゾーン行こう。まずこの卵ね、これが非常に気になる。これ何、潰せませんですね。どうしようもできない、食べれないん。栄養ないんか。とこっち芋虫いません。ここにいる。よし、さあこれ取って。芋虫これどこに入れてんの、今更だけど。多分ポケット。さあこの先、ここもワニいそうだな。どう、アイテムないか。人形ないで、多分セーブかな。あ、ですね。そう、これ本当に親切。セーブはすごい親切。さあ、一旦セーブして。よしと。人形ないか。ありませんね。で、次。そこか。とね、ここに。これ何？これザリガニ。2匹取って。人形なし。で次そっちか。こんなか。どう？あ！何これ、何これ、誰のおもちゃ。これ面白いな。こんなんびっくりするわ。でそこにいる。これ本物っしょ？本物っていうオチ。よし。さあここで木の枝か。スクラップがない、困ったな。探していこうか。どっかにないか。うん、ここによし。やり取って、多分倒せる量はあるんでしょうね。さあ再びこっち。前回だいぶ消耗したもんな。なんだ？そこに1匹と、ここにスクラップ。よし、これ取ってぶっ殺して、でクラフトして、で刺さってしまうと回収できません。さあここに何、レンジで、ザリガニ、虫結構いいな。10匹。割と回復できる。ここ何これ、露骨にこう渡っていきなさい系のフィールド。結構元気ですね。そこにいるわ。これな、どうしよう。まずこいつね。倒すか、
突っ切るか。いけるんかなこれ。ちょっと待ってね、様子を見よう。そういってくるっといって、そう、さあここでダッシュ。あ、これダッシュできないわ。あ、これまずったな。どう、あー、あー、まずいまずい。乗って、はいはい、おし。さあ何でしょう、ステークボム。よし、さあこれ取って、初めてのステークボムで地面に設置して起爆する。地面か、地面かとね、そこなんかありそうだな。薬液ずっとそっちいる。さあここで多分そこに薬液と思ったら、そこに湧く。よし、さあこれ取って、多分あれか、地面ってここにも設置可能なんじゃない、水中にも。さあ次そっちに行きたいな。おいたんはどう、セーフ、よいしょ。さあ渡ってそこに来る。そっちな、そっちも気になる。ここ何、これもバイオ5状態。ね、あ、ただそこにいるわ、そこね。それが面倒。やっぱこいつかな。はい、よいしょ。あ、もう一匹いた。あー、マジかマジか、変な声出た。後への中間の声が出た。危ない。よし、さあ木の枝取って、よし、やり作ってスクラップなし、行こうか。人形さん、ここ、これいないっしょさすがに。何もない。あっ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 、近い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 。おい、こんなん、こんなん無理だろう。ここで死ぬんか、てか一発か。いやー、これへこむわ。なんかあったもん今の。申し訳ない。どっから、こっから、ここね。さあこっから問題、こっから。そこになんかさ入ってるもん。それ何、出てこい。ここに、はい、置いて出てきた瞬間に起爆する。おし、どう、死なないんかい。多分早すぎたわ、ここむずい。あの何、あの冷蔵庫の中何があんの。出てきた瞬間にこう戻る。ダッシュができません。もういいじゃん、もうこれ出てきてよ。判定が謎。押し、来ましたね。よし、 OK です。さあこれで何、虫ではない。押し、猛攻、 OK です。絶対これなんかレアいと思ったもん。さあこれでいこうね、ようやく。で何、再びこっち、いや、そっちか、そこね、こんなか。一応こっちアイテムチェックしておきましょう。なんかない、何にもなさそう。ないね、行こう。槍がね、これ右にして、よし。さあどうかな、こっちはセーブですね。ありそうなとこにちゃんとあるっていうね。でザリガニで、さらにステークボム。よし、結構押してくんな。でボックスは大丈夫、よしと。さあセーブして先行こう。しかしね、リベレーションズ2なの、モイラ、モイラとあのおじいちゃんね、あれさすがに無理あるよね。だって半年でしょ、半年間あそこの何もない島でサバイバル。あれはねちょっと強引すぎた気がする。そこにワニちゃんいて、なんだ
落っこちると食らいますと。で、噛まれたらワンパン KO。 よし。ただここになんだ、あぶねえ。あー、こうなんの、こうなんの、マジか。いや、おい、今のマジか。ちょ待って、はい、はい、おし。いやらしいわ、もう本当にやらしい。どこ行った、しかもお家の中、いや違うな、消えましたね。なんだ、消えていいの、こっ、ああ、ここから出てくる。あぶない、何ボム、よし、さあ踏んづけてガードして、なんだこれ、あぶない、これまずいよ。さあ抵抗する、コンボ、よし、どうで、ストンプして OK です。このね、パンチがね、結構コンボになりにくい、つながりにくい、意外と。で、やり取って、ね、アイテムない、ないか。で、こっち、さあここで虫食おう、いっぱいいる、土管にして、よし、むしゃむしゃ、すげえなこれ、おいしいの、よし。で、3つで全回復、マジか。今の怪我ならね。で、さらにぶっ壊して、そこに何、槍3本、なんだあれ、そんなに、逆に怖くない、槍3本。そこな、行きたいけども、あ、行けるか、普通に行けるわ。ただ多分普通に行くと死ぬんでしょう。なんだ、何と、ここにスクラップ、これ取って、あ、こいつか、いやー、マジか、これ、ここにこいついて、しかも2発で死ぬの、いやー、これ申し訳ない、ここにいたんか、しかも2発で死ぬ、前回から。ね。で、ここからスタート。なるほどね。意外と死にますね、ここね。まず、ワニがえぐい。よし。さあ、ストンプして、もう一発。で、さらにここに2人来る、いて、な、なに、さあストンプ、よし、よし、よしじゃない、聞いてない、よし、さあ節約して OK です、強えな、意外と強い。さてさて、再び虫食って、よしと、その奥ね、そこにあの四つん這いがいる、あいつな。で、何これ何、ここにこう、あ、ここね、こっから撃ちなさいと、よし、さあこれでどうでしょう。まずスクラップこれ取って、あいつ2発か、普通に2発食らったら死にますと。ね、と爆弾しかない、これな、ま、どっか人、どっか来た、あ、そこにいる、
トネ、あそこにいる。多分移動してる。行ったら湧くんか。あ、ですね、そこに、そこにいるわ。さあ、こっからこういって、よし、はい、だー、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、重傷った重傷ったけども大丈夫。さあ、これで、よし、エフィジー取って、いや、食らったな、おい。まあ、ただ虫はいっぱいいるわ。おいしいおいしい。OK です。さあ、回復して、まずこいつかな。ぶっ殺して、いや、やる必要なかった。あ、なかったっぽいな。別にこっち。一歩もったいない。さあ、この先。ここ何なの？これ誰が作ったの？もう。あ、そん中ほら人いるもん。ここで爆弾かな？あ、待ってね。敵いますね。何？どんな人？どんな人？怖えよ。普通の人？いや、ここで待って。よし、どう？マジか、こいついるんか。で、さらにストンプ。おーし、危ねえ。これは死ぬとこだった。危ない。ボムがなければ死んでいた。これえぐいぞ。なんか急にえぐくなったな。なんで？さあ、ここで組み合わせて、よし、回復作って、やりないっすかね。チラッ、大丈夫？安全確認して、で、ムカデをゲットと鉄くず、スクラップ2つ。ただ枝がない。あ、ここにいる。よし、なんだ、死んでるよね。よし、さあ、これでこの先、おしよし。で、槍2つ取って、そっち何もない。普通に行っちゃっていいの？優勢。あっ、何で落ちた、何で落ちた。危ねえ。ちょっとよろめいた。危ねえ。さあ、ここでさらに、回復作って、で、こういう人が来る。ストンプ。はい。待って、当たらん。あのね、手が短い。いや、何今の。なんすか今の。死んだんじゃないんか、あいつ。まずいぞ。おし、生還。くっそ。ここえぐいな。さあ、虫食べて。一回ストンプで死なない場合があるっていうね。で、さらにここ当たらない。ストンプして、何それ、誰が何をやったの今の。あ、待って、ここに、あ、こいつか。なるほどね。これ回復しよう。これがずっと生きていた。これもいやらしいわ。わからんかった。で、さらにエフィジー、これ取って、枝取って、で、枝大事。これ槍バンバン使うか。こんな持ってても仕方がない。あ、こや、いや、それ外れんの。うん、これはよろしくないよ。
今の絶対当たったと思ったもん。さあまた瀕死も瀕死、これはひどい。こいつさ、よし、ようやく。これは当たらんて。よし。で、さらにあいつ来る。仮想大将。よし。で、待って、なんか来た、なんか来た。何？生きてんの？あ、こいつか。よし。地味にむずい。なんか、逆にこれだったら銃の方がいいっていうふうに思えてきた。地味にむずい。で、薬液。よしと。虫一匹食べて、で、先行こう。ここ強かったな。で、ここ何？これ何？なんすかね？休憩生徒。癒しの空間。特に何もない。ないよね。で、この先。で、多分セーブでしょう。こっち。どう？あ、ですね。で、さらにエフィジー。エフィジー取って楽になってるはずなんだけど、割と敵も硬いね。よいしょ。さあ、セーブして、芋虫取って、ムカデ。虫が本当に恋しいわ。ね、槍2本。虫おらんかね。ここにいます。よいしょ。あの、ジャンプの四つん這いな。あいつがえぐい。さあ、ここは何これ、墓地か多分。ここもなんかやばそうな気配。どうする、何？槍2本と爆弾1個。あの、急に飛びかかってくる人出てきたら本当に困るんだよね。で、回復。あいつパンチ当たらんもん。で、ここに、これ何？鉄くず。これ取って、で、さらに、芋虫。よいしょ。何くんのこれ。さあ、ここはこいつ何？やらすんじゃねえよ、太っちょ。太っちょか。さあ、こっち来い。いって。あ、待って、ここに敵来た。これ、ザコもくんのこれ。さあ、一匹。まずはザコをさばいて、よし。楽にする。おー、ゲロを巻き散らしてる。なんだ、パンチ。いや、これ食らうんか、チャンスじゃない。あざざざざ、待ってね。さあ、移動して回復し、虫2つ。よし。どうしよう。割と有利なところに行きたい。どう？パンチ。よし。OK。さあ、背後回って。よし。やりました。お尻パンチ。汚いお尻爆発した。よしよし。さあ、やっつけてこの先か。いや、消耗したな。なんもねえ。これは消耗するわ。どこだ。で、次はお家、教会かな。
墓守のうちで、そこにゾイがいる。これ罠じゃないの？アイテムは？あのおっさんどこ行った？ゾイ。あの野郎、よくもこんなところに。で、聖母か。また来る。ジャック、どういうことだ？さあ、これジャックか。で、閉まっちゃった。何してるジャック？兄貴を忘れたのか？やめろ！ゾイに手を出すな、ジャック！こっから出しやがれ！てめえの家族だぞ！兄貴に何しやがる！こっから出せ、ジャック！なんとか助かった。チキシロ、ジャックの野郎、どうしちまったんだ。で、どこだ。ここどこ。岸辺で棺桶ね。これがすごい流れ着いてる。何してんだあれ。さあどうね、すいません、今回時間の切りはちょうどいいんで一旦断りにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回エンドオブゾイでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。